それでは早速1曲目いきたいと思います。1曲目は恋のアメリカンフットボールです。聴いてください。出番前にたくさん食べたので少しお腹が苦しいですが、先輩頑張ります。応援よろしくお願いします。ひなちゃん、はい、キューティーベリー14歳京香です。今日は私たちファッションショーにも出させていただいて、何時起きだったと思いますか？実は5時起きです。ちょっと疲れたけど、皆さんの応援をしっかり受け止めて最後まで頑張りたいので、応援よろしくお願いします。京香ちゃん、キューティーベリー13歳、にっちゃんです。ふかし産業祭、皆さん楽しんでますか？イエーイ。この20分間はキューティーベリーと一緒に楽しみましょう。よろしくお願いします。にっちゃん、はい、キューティーベリー13歳のあです。11月6日に13歳になりました。13歳になったのあでも応援よろしくお願いします。おめでとう、おめでとう。はい、キューティーベリー最年少12歳、小学6年生のマホです。今日は衣装がちょっと違うのが分かりますか？最近寒くなってきたので、今日はジャケットを着ました。今日も応援よろしくお願いします。マホちゃん、次の曲は小泉京子さんの学園天国を歌いたいと思います。曲の途中にちょっとしたオリジナルが入っているので、皆さんも一緒に楽しんでいきましょう。それでは聴いてください。I
園天国を聞いていただきました、昨日から賑やかに行われている産業祭、実は私たちキューティービリーのステージだけでなくちょこちょこ出演させていただいています。私は出ていたいすみませんちょっとあの息が私は出ていないのですが、午前の部ではのあちゃん、にっちゃん、きょうかちゃん、まほちゃんはファッションショーにも出ていました。キューティービリーファンならもちろん見ましたよね。そしてこの後午後3時からは私、にっちゃん、きょうかちゃんはゼロダンススクールのダンスステージにも出演させていただきます。ダンスステージに出演するということは、そうです、私たち小さい頃からダンスを習っています。そしてですね、キューティービリーの中で一番ダンス歴が長いのはなんとにっちゃんです。はい、私は3歳の頃から習っていて今年で10年目になります。はい、ということで、皆さんにはダンスステージの前に一足お先に私たちのソロダンスを披露させていただきます。トップバッターはきょうかちゃんです。どうぞ。Drive me a desert, I'd like to have you learn. If I go
きました。次の曲はキューティーベリーオリジナル曲のハッピーベリーです。歌ってる途中に皆さんにやってほしいことがあります。手をグーにしてつなげて脇を締めて丸の形を出してください。この形はベリーの形を表しています。では聴いてください。終わったらすぐそちらの物販ブースに行くので、皆さんもぜひ来てください。